今回はですね、大阪西成というわけではなくて、厳密に言えば浪速区の方になるんですけど、コストパフォーマンス抜群のホテル中央セレーネさんに宿泊してきました。1泊3000円ですね。場所としてはですね、西成の愛林地区から大通りのね、我孫子筋を挟んで、向かい側の、新世界側にあるホテルなんですけど、これね、夜のホテルなんですけど、このホテルピボット中、手前の、ホテルじゃなくて、その奥の方のね、こっちのホテルの方に宿泊してきました。ホテル中央セレーネで、ホテルピボットってあったじゃないですか。あれね、以前は知ってる人は知ってあるでしょうけど、あそこは、あれは以前は、ホテル中央っていう名前のホテルやったですよ。だからね、こっちがホテル中央セレーネやないですか。他にもね、西成とか、新世界界隈には、ホテル中央ブリッジとか、ホテル中央オアシスとか、まあ、だからこの辺りでホテルグループを展開してるのがホテル中央グループなわけなんですけど、そこのね、元祖であるホテル中央がですね、今は、半年前ぐらいからね、改装工事をしてて、改装工事が終わったら、ホテルピボットっていう名前になってたって話なんですよね。ほんでね、ここでホテル中央セレーネの中なんですけど、こういうふうにね、カードキー形式になってます。もうね、3000円と、宿泊費3000円というわけでして、もはやね、西成の激安ホテルではないわけなんですよ。こんなね、もう普通に設備面から見ても、ビジネスホテルと全く同じなわけなんですよね。これ部屋なんですけど、フローリングで綺麗ですし、使い捨てのスリッパが置かれてますから、ですね、清潔ですよね。まあ、もちろんね、これ土足で入っててもいいわけですよ。というか、アメリカ人なんかはね、土足のままなんか知らんけど、さっきの、ね、ベッドとかにちょこんで乗っかったりするらしいですけど、それは汚いのでやめなさいというわけでして。ほんでね、ビジネスホテルと同じ設備がありますから、部屋の中に、トイレとシャワーとお風呂があります。ユニットバス形式でね。ほんで、アメニティ品ももちろん揃ってますよね。石鹸とかシャンプーとかも揃ってますっていう感じで、だからね、ほんまに単なるビジネスホテルなわけなんですよ。西成のね、1000円台の1000円とか1500円とか、そういうホテルはですね、トイレと風呂は、共同になってますけど、ここはちゃんとね、部屋ごとについてますからいいですよ。で、このトイレもね、もちろん、冬になればあったかくなりますし、ウォシュレットもついてるから、その辺もいいですよね。で、ホテルね、ホテルじゃないわ。このベッドね、ベッドはね、サイズもでかくてね、一人で寝るには十分ですし、ですね、ここにはバスタオルとか普通のタオルとかも用意されてますし、ソファーね、なんか私のリュックサックが残ってましたけど、ソファーがあって、ですね、ちっこい、椅子があって、ほんでパソコンデスクのね、横長みたいなんもありますし、これね、こっち側にあるのはテレビでさ、決してパソコンというわけではなくてね、テレビね、それなりの大きさのテレビがありますから、テレビ番組も快適に見ることができますし、ヘアドライヤーとかですね、コーヒーカップとか、ですね、歯磨きセットも用意されてましたね。で、ちょっとね、あれかなと思ったのは、コンセントがね、空きのコンセントが1つしかなかったんで、それはちょっとね、もうちょっとコンセントが増えたらね、良かったかなって。ですね、机の前のコンセントじゃなくてね、地べたに近い方の入り口付近にもう1個コンセントがあるんですけど、そこでね、スマホ、入り口近くの、コンセントで、じゃあ、地べたに近いコンセントでスマホを充電するのはあんまりしないでしょうから、もうちょっとコンセントの数が多かったらね、もっと最高やったんですけどね。で、これね、線路沿いの、ホテルになってますから、さっき見てもらいましたけど、二重窓になってるわけなんですね。で、二重窓のおかげですから、おかげですから、違う、二重窓のおかげなのか何なのか知らないですけど、ですね、線路の音はほとんど気にならなかったですね。なんかと耳を澄ませば遠くの方で電車が走ってるなっていう風に聞こえる感じでしたわ。だからそれで睡眠の妨げになるっていうのは、よっぽどね、音に敏感な人やったらそりゃそうなるかもしれないですけど、普通の感覚ならですね、線路沿いやからといって夜眠れないとか、うるさくて眠れないとか、そういうことはないでしょ。で、ちょっとこれね、2階ですけど、ベランダから出たらこんな風にね、向かいのアイリン地区じゃないですね、これは大市場の方で、大市区ですね、大市区の方の様子がこんな風にね、見て取ることができますよっていう感じなんですけど。
あのね、えーとですね、これ本来ならね、私、ですね、こんな素敵なホテルに1850円で宿泊できましたっていうね、動画を作る予定やったんで、予定で、実際私は1850円で宿泊してきたんですよ。これ何でかというと、GoTo キャンペーンですね。政府がやってる GoTo トラベルの、キャンペーンを使えば 35% 引きで1850円で宿泊できたんですけど、ですね、私が編集やらなんやらで手間取ってる間にですね、コロナがまたね、再拡大して、GoTo キャンペーン一時中止になってますので、今は3000円払わな、宿泊できなくなってます。でね、3000円だから、また、でね、これ1階のロビー部分なんですけど、無料のね、コーヒーとか紅茶とかもありますし、このコインロッカーもね、100円入れて、取り出すときはね、100円返ってくるっていう形式になってますから、貴重品も預けられますし、ですね、ここには何でしたっけ、流し台とかコンロとか、電子レンジがあるからね、便利ですよと、まあね、わざわざね、自炊する人はいないでしょうけどね。でここにはね、コインランドリーがあります。もちろん有料ですけど、コインランドリーもありますから、ここで洗濯してくださいねとね、わざわざ別の建物のコインランドリーに行かなくてもいいですし、でね、これも1階のロビー部分なんですけど、落ち着いた感じでしょ。大画面テレビがあってね、ソファーがあって、ソファーって感じじゃないですけど、机があって椅子があったという感じでね。でトイレもね、またここにもロビー用のトイレもこんな風にありますよと。でね、普通に綺麗じゃないですか。別に何も文句つけるようなところはないですよね。これもあった、便座はあったかいですし、ウォシュレットが出ますせということでね、問題なしじゃないですか。でね、まあだからね、ですね、再拡大ですよね、再拡大。ほんで、ですね、そのコロナの再拡大のせいというか、コロナのせいでですね、このね、今回のホテル中央セレーネさんですけど、セレーネさん3000円っていうのは、ビジネスホテル並みの設備で3000円と安いやんけということの比較をするためにですね、新世界の方に東横インがあるんですよ。この東横インの値段と、比べるつもりで、東横インのね、新世界店を検索してみたら、どうやらそこね、今一時休業してるみたいなんですよね。東横インさんは。まあ、近くにね、もう一個競合する東横インの天王寺のね、天王寺店がありますからね。だからそこと近くで競合してしまうということでね、片一方の、新世界店は、閉めたってことなんでしょうけど、だからね、コロナの影響は大ですよね、っていうか、その話はホテルとは関係ないだろうって話ね。まあ、いい感じのホテルでしょ。ですね、スポーツ新聞とかね、読売新聞とか日経新聞とかね、朝になったら置かれてますからね、これ読んで、コーヒーでも飲めば、なんかいい感じじゃないですか。何がいい感じなのかよくわかんないですけど。ほんでね、宿泊客も私が行った時はね、まだ GoTo キャンペーンをやってた時ですから、めちゃくちゃ少ないということはなかったですね。まあ少ないといえば少ないでしょうけど。まあそんな感じのね、ホテル内の様子なわけなんですけど、これね、向かいの、西成側から撮った、ホテル。中央セレーネさんですね。こっち側のね、左端の方にはね、ちょっと有名なキリスト教の教会があって、奥の方に見えてるのがですね、スパワールドですね。スパワールドもこんな風に見えてますよって。だからまあね、駅から近くて新世界にも西成にもすぐ遊びに行ける便利な立地やないですか。ほんでですね、ですね、肝心なことを相変わらず言い忘れてますけど、チェックインは15時からで、チェックアウトは10時です。ね、まあ、だからのんびりできますよって感じで、24時間出入り可能にもなってます。ほんでこっち側ね、ですね、食事に来ました。これ西成側のね、雲龍っていうね、中華料理屋さんですよ。まあ、アビコ筋のね、大通り沿いにありますから、すぐ見つけられると思うんですけど、これ結構安いんですよ、このお店。ほんまに、この王将とかでもね、今こんなセットメニュー頼んだら、800円とか平気でするんですけど、680円とかで、十分満足できる、ですね、メニューが出てきたりするわけなんですよ。で、今回私が食べたのはですね、若鶏の唐揚げ定食なんですけど、ね、メニュー表と違うやろうって話なんですよ。メニュー表にはね、小ぶりな唐揚げが乗っかってただけやのに、これ680円ですよ。680円でこんなバカでっかいね、何でしたっけ
唐揚げが乗っかってるというね、どういうことなんだっていう。だから写真の詐欺ですよね。普通なら、メニュー表の方の写真の方が豪華で実物はしょぼいっていうのが、メニューの写真詐欺なんですけど、これはこっちは反対にですね、メニュー表よりも実際のやつの方がでかくて豪華というね、わけのわからない世界。これが680円なんだからすごいというか、ちょっとお腹いっぱいになりすぎましたよ、ほんまに。満足度すごいですね。まあ、そんなわけでして、今回のホテル中央セレーナさんですか。まあほんまにね、3000円で、ですね、ビジネスホテルね。だから一般的なビジネスホテルやったら大体ね、そう消費税込みなら4500円から5000円。一番安くても4500円とか5000円ぐらいするところを、同じような設備が3000円で利用できるわけですから、文句ないやないですか。立地条件も抜群なわけですしね。そんなわけですよ。普通におすすめできますね。ほんじゃまた。